いいのです。マザーテレサマシマシです。よろしくお願いします。ですね、最近話題のお店っていうのをね調べてまして、僕 の、 あの地元の駅前の方にねすごいラーメン屋さんがあるんですよ。あ、ラーメン屋さんいいですね。味噌ラーメンがね鳥の売りなんですけどね、その味噌ラーメンの上にねすごいいっぱい野菜が乗ってるんですよね。でもその味噌ラーメンはねスープだけじゃなくて何よりその麺にね、ちょっと剣道習ってたでしょ癖出ちゃってるよ。何を申すか。それ言い方をちゃんとしなきゃいけないでしょ。本当にちゃんと言い間合いを大事にするなよ剣道の間合いを出てますか。出てたから伝えますね。僕が話しますよね、話題って言ったらね最近あのねニュースで話題になってたねスーパームーンってあったじゃないですか。ありましたね。あの周期の関係で大きく見えるっていう、ね、そうだね、あの綺麗なね月がね剣道やってたやろお前、お前も剣道技名出てもうてんねん。スーパームーン、ね、ムーンはないやろ何やねんムーンって決まりって。逆に前を詰めるなお前は。そういうタイプか。いやいやーって言わなら1本取ってくれへんね。いやーじゃあ1本取ってくれへんねん。練習しますよ。あの話題って言ったらね、あのソーシャルゲームも話題ですよね。ありますね、アプリとかでね。今 iPhone 出てからはね。そうなんですよ、僕もねあのハマっちゃいましたよ ね、 でもね無料じゃね限界あるんですよね。でもねあの良くないなと思いつつね、でもガチャやりたいなと思いつつね、だからねちょっと課金しちゃったんですよね。でもね課金するとねすごい高野球やってたやろ。お前木星が出されへん課金で音出てんねん。三塁コーチャーやないと課金をその前課金うまいわけですよ。スライディングとかええねんスライディング性とか。でも確かに恥ずかしい話ですけど、僕もソーシャルゲームハマってました。楽しいですからね、あれね。とってね、僕も良くないなと思いつつね、課金してガッチャーやってましたから、ね、野球でキャッチャーやってたでしょ、あんたも。レアガッチャーをやってた。何それは。古田とかしか出ないガチャか、それは。なんでキャッチャーなの、お前。なんなんですか、それどんなキャッチャーだったんですか。しっかり回り方ですよ、このね、しっかりこの構えないといけないんですか、ね、そうですよね。剣道のやつ出てるじゃん、尊敬。バン、ストライクって。今のなんでストライクなんですか。面を外すやつでやる。どうでしょうか。あの僕の話させてくださいよ。あの水族館最近行きまして、あのねあのサンシャイン水族館池袋のね、あそこで、ね、今ねあのモーポイズン展というのやってまして、あのポイズンを持った動物たちがあの水槽の中でねあの見れるってやつなんですけど、でもさすがにねあのポイズンね持ってる動物だからって言って、あのそれ水槽の中入れるのはな木のポイズンだなと思って、毎週 GTO 見てるやろお前、アキラじゃない方、タカシの方の GT を見てるやろ。見てない、ね、ポイズンのね、あれが。お前の話めちゃくちゃやから、俺が話すから。いや、言わしても、もう言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。見てるやん、絶対オープニングのいいサビのとこ行ってるやん。昔の方見てたわ。昔の方見てるやろ。バレてた。でも確かにあれ、いいアニメですよ。お前、ドラゴンもなってますしね。そうですよ。ね、何よりあの個性的なキャラクター、あれがいいですよ。いいですね。ヒロインのね、冬月剣道出てんじゃん、もういいよ。月の反対は、嫌いではなく、無関心なので。マザーテレサマシマシでした。ありがとうございました。